はい、スターウォーズバトルフロント2ストライクモードをスペシャリストでねプレイしていきます。まあ前回ねなんかスペシャリスト強いんじゃないかということでね、まあ、ライフは100しかないんだけどどうもなんかこのスキルがすげえ強いんじゃないかということでねアサルトを使わずに今回このモードでもスペシャリストでプレイしていきます。で帝国側なんでオブジェクトをねダッシュして戻るみたいな。さあ中入って敵がいないっすね。お誰もいないぞ。じゃ取ってしまおう。はい、ゲットした。で外に向かってダッシュしていく。これ何もう切れないでスキル起動して、うわ下にやられた。見てましたね。まあ見るよね、さすがに。さあ気を取り直してスペシャリストを選択していく。早速俺が落としてるよ、ね、このねモードはねもう攻略法がなんとなく分かったんだけど、ささっとジェットパックのキャラを解放したら勝ち。おっと、いやこれ強っ、やられた。汚ねえな俺の体、泥まみれになってる。いやつかあのスキルやっぱ強いわ。スペシャリストの近距離スキル強いっす。なんかジェットパックのメインと同じ匂いがするな。ダメージレートがちょっと高すぎるぜ。まあまあ、お荷物運びは味方に任せて、こっちはね。さあ、スキルを使って。はい、うわ、強っ。見た今の。一発でしょ。さあ、持っていく。うわぁ、マジか。しかもロケットランチャーやってくるし。あ、相手の方が先に、あれだね。あの、ジェットパックお姉さん使ってるわけだ。あのキャラほんとやばいからな。はあ、上を取って。あ、いいね、味方が。運んでくれてるんで。上から援護していきましょう。ん？どこだ？いた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 、いた。当たんね。これな、いや、なんか、あれだな。普通にこれ使ったらすげえんじゃないか。はい。ジェットバック倒していく。はい、もう一人。溶かしていく。はい、はい、はい。当てていく。うん。おい。つえー。これ強いって絶対。はい、G。で、荷物を運んでいく。さあ、これでゴール向かって。突っ込んではいかないか。さすがに。ちょっとマジかな。左。クリアリングして。まあ、右から攻めたいよね。まあ、左めんどくさいんでね。さあ、右からちょっとずつ進んで。敵が、この辺に。左でごちゃごちゃやってるけど。この辺だな。ちょっとあの、スキル回復するまで待とうか。あ、奥にいる。はい、スナイピングして。一人やっていく。もう一人。あー、ちょっと足りないかな。さあ、スキル使えるんで。いたいたいた。あいつを。サクッと溶かす。で、さあ入ってきた。はい、目の前の敵。よし、とりあえずここに置こう。死んでもいい。ういー。はい、ボム死したけど。さあこれでポイントが4000あるんで、来ましたね。来ましたよ、ロケットトルーパー。さあこのぶっ飛ぶ最強キャラを使ってね。これで、私がこれ出したらもうね、試合は終わっちゃうんで。相手には申し訳ないですけど、これを使って、はい、最強の威力で、これですよ。うい、やっていく。この、行かれた威力。後ろ回って、このね、三次元的な動きを、この川辺でするっていうね、完全に卑怯なキャラになっちゃってます。で、この辺を押さえておけば、もう味方はね、運びができちゃうんで、ね、サクッと、DPS の差で圧倒していく。おっと、危ねえ危ねえ危ねえ。はい、これですよ。先に打たれても負けないっていうのも、最強の DPS だし、試合を有利に展開して。さあ、打て、やれ。よし、やれやれ。おい。無双ですね。いや、これ、楽しいなぁ、これ。あ、いた。あー、手前に当たったか。よし、もう一人。おー、ついにやられた。いやでこんだけね、バッタバッタ倒したら完全に状況はこっちに有利になってるはずだ。よし。お、はい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 。うい。
いやー、やっぱ強いっすね。つかスペシャリストやっぱ強い。絶対これだけでいい気がするな。もうずっとスペシャリスト使おう、今回は。って感じでね、MVP2 つ取りました。はい。ストライクモード。続けていきます。